私の知人の身に起こった出来事です仮のお名前を村岡さんとして本には書いたんですけれどももしかしたら彼女をこの動画を見てあ、私のことだってすぐにわかるんじゃないかなと思います、えー、そうですね私はそんなに家に人を招く方ではないんですがまあ稀にねごく親しくなった特に同性の女性なんかだと ちょっと家にお招きしたということも過去にはありますで現在住んでいる家に彼女を招いたときに、まあ、そんな長時間ではなかった少しお茶したぐらいでしたただあの私の寝室に彼女をちょっと入ったんですよねまあ私がちょっと渡したいものがあってお呼びしたんですけれどもするとね私が日頃使っている衣装ダンスに彼女目を止めましてわあ素敵 これなんていうのどこで買ったのとおっしゃったそれはね高さが私のみぞおちぐらい私背が高い方ですけどねこうみぞおちぐらいの高さの、えー、4段重なっているこう4段引き出しがついているそう切りの和ダンスなんです100年以上昔のもので、えー、いわゆるそうですねよく 時代ダンスというふうに呼ばれることが多いんですよ。でまああ色に使い込まれていてで黒漆を吹き付けたこう鉄製の飾りがあちこちについてるんですね。補強も兼ねた飾りですで前面には元は、えー、鍵がついていただろう鍵穴のついたこう丸い飾りがまたついているこれがまたちょっと何て言うんでしょうねまあ レトロでね、まあ、ちょっっとかっこいいわけですよ着物に限らず洋服なんかをしまってるわけですけれども高さもねちょうどこう上がこう全部見下ろせる高さですね水落ちぐらいだからなんか上に飾ったりするにもちょうどいい高さなんですね。でまあ珍しいものなので彼女が「どこで買ったのこれこういうのってどうやったら手に入るの?」っていうふうに聞いて。 で私はねそれをお店でで買ったんですよえ都内の郊外の方なんですけども元はといえばそういったものがちょっと好きなうちの母がね出入りしていた、えー、ゴミングとかコットを売ってるお店なんですねでそこにうちの母に連れて行かれて、えー、私も一目惚れしてそれを買ったんです。ですからこのお店をあの彼女に教えてあげてね で私と大体同世代ぐらいなんですけど、えー、村岡さん独身で,で、まあ、ちゃんと若い頃からずっと働いていらっしゃったから、まあ、貯金もねかなりあるんだと思うんですよゆとりのある生活をされていたで時代ダンスっていうのは私彼女に言ったんですちょっと高いかもしれないよピンキリだけどね私のこれは大したもんじゃないのだから まあそんなにはしなかったけれどもうん、うんうまいぐらいだったかなみたいな話はしたんですだから彼女が「大丈夫大丈夫」と言ってで早速次のお休みに、えー、そのお店に行ったんだそうです。で行ってみたら私の持っている時代ダンスなんていうのよりもっとはるかに素晴らしい品物があったんだそうですよ。 で私のはねこう鉄の飾りはついてますがそこに彫刻のようなものは施されてないんですごくシンプルなんですね。でも彼女が見初めた一目惚れしちゃったその時代ダンスはですサイズは私のと同じぐらいですが鉄の飾りのあちこちにこう唐草模様がねレリーフが彫り込まれていてでさらにこの何て言うんですか鍵がついててね つまり鍵穴だけしか残ってなかった私のはでも彼女がこれはいいと思ったのがなんと鍵がついているしかもその鍵というのが、えー、丸い持ち手に蝶々蝶々が筋彫りで彫られているでこれがあのこの鍵穴の方には花がね何らかのこの衣装化された花があの彫り込まれてるんですって唐草の途中に花がついてるんですね。 うん、でそうするとそこにまあ腸が止まるというちょっと艶っぽいような感じのねすてきなこうデザインが施されていたんですね。でこれはすごいと思ってこれ買いたいですともうあのいくらか値段も聞かないで店員さんにすぐ言ったんだそうです。で店員さんの方は「あこれですかこれは素晴らしいでしょう」 何んといっても鍵が残ってるのがすごいと。こういったものはね、元はみんな鍵がついていたとしても、長い年月の間には紛失してしまっていることの方が多いんですよ。しかしこれは鍵が残っております。そしてこの鍵というのはもともと一番上の段にだけかかるようになっている、まあ。あるいはもしかすると一番上の段には母から子へ、 またその娘へと受け継がれてきた大切な婚礼衣装か何かをしまったのかもしれませんね。唐草というのはこの生命力を表した衣装なんですよと子孫が末永くこう繁栄するようにという願いを込めてこういったあのデザインを施したようなタンスをこう嫁入り道具にお金持ちが。 持たたせることがあったんですよよというような話を、まあ、店員さんは彼女にしたするともう村岡さんはねぽーっとなっちゃって「うわ素敵と「私は物を買うんじゃない」「ロマンを買うんだ」「歴史を買うんだ」ぐらいな気持ちになりまして「もう買います買いますすぐ買います」みたいな風に言ったんですが店員さんが「ちょっと待った」と「どうどう?」という感じにちょっと落ち着きなさいっていうような雰囲気で出して、まあ、そうは言いませんよ。ちょっと,ちょっと これはのままでももちろんお売りすることはできますしかし長い使用に耐えるかどうかというとそこはちょっと中の引き出しがこれをきれいに直しますとこれから直す予定だったんですよで彼女は「じゃあ直してください」で手付金をその場で払って。 そしてレストアを終わって品物を納品してもらった時に残りを払うとこういうことになったで大体ね本に書いたかどうか忘れましたけどねレストアに1ヶ月かかると言われた1ヶ月以上かかるんだとだいぶ待つでも待ちます待ちますとにかく手に入るんだったらどうでもいいと思っていたで約束の1月が過ぎました 一月が過ぎ一週間が過ぎ一月と二週ぐらい経ってしまっていくらなんでもおかしいなと思って彼女はお店の方に連絡をしたんです遅れますというメールか電話ぐらいないのは変ですからね何の落とさたもなかったんでするとお店の方で実はあの後修繕を始めたら職人が病気になってしまいまして 代わりの職人が続きをやってたんですがその職人が店を休んだっきり連絡が取れなくなってしまったんですよえそんなじゃあ私のタンスどうなったんですかあ、そこはご安心を新しい職人を雇い入れましたんで今彼にやってもらっているところです本当ですか もう村岡さん気が気がじゃなかったちょっと信用できないと思ったどういうことです全然連絡くれなくていえすいませんちょっとバタバタしてたもんで申し訳ないでも村岡さんねどうしてもね心配になったそこですぐねお店に見に行ったんだそうですで見に行ったら最初に見た時よりもまたさらに一段とねきれいになったそのタンスがあった。 素晴らしいんですね引き出しをそっと開けさせてもらうと霧の香りがブーンと香り立つもうねよくできた霧ダンスっていうのはね引き出し閉めるでしょキュッと締めるとね他のね引き出しがちょっと開いたりするんですよすごい機密性が高い素晴らしい作りなんですね完全に治ってるように思ったあ、すごいありがとうございますじゃあこれ早速私持って帰ります ななななわけいかないいかかじゃでですす車に積むのも大変なことです結局それからまた1週間ぐらいしてタンスがようやっと村岡さんのマンションに運び込まれてきましたで彼女はそれを寝室に置いたんですねもうそのための場所は開けてありましたでタンスを眺めながらこう写真なんか撮ったりなんかして「わあやっぱり素敵だ。 何しまおうかな、上に何飾ろうかなちょっとこう、おしゃた布かなんか置いて花瓶を置いたらいいんじゃないかななんかこう、政治家なんかのでなき白紙かな、何が似合うだろうまあ、いろいろ考えた夢は広がるばかりですねで、彼女結局ね、その鍵があるこの鍵、この鍵どうしようかなって思ったんですね 鍵が素敵なんですよそもそも鍵っ,たってね小さくないこんなちっちゃいわけじゃないんです持ち手が丸いってさっき言ったでしょこうね丸い持ち手がついて結構立派なサイズなんですねでそうするとねこれをどっかに飾るのもありだというふうに彼女は思ったアンティークで素敵ですからね使うつもりはそんなないんですよ鍵かけてしまっとくようなものも特にない分かったとそういえば素敵なお皿持ってたんだわって思い出した で彼女はあの政治のねこうお皿があってでそれとついになった同じような政治でできた花瓶があっただからそれをねこうテーブルセンターみたいなもんかななんかわかんないけどそのタンスの上に布を敷いてですよでその雰囲気のいいこの花瓶とお皿をついにしておいてお皿の上にこう鍵を置いてみたんですこれはねすごく素敵に思えたああよかったいい買い物したと思った。 早速ななんか入れてみたいなでそれでその一番上の引き出しにこういうのは川名さんだったら着物しまうんだろうなとか彼女は思いながら着物だって私あんまり持ってないからあでも浴衣があるじゃんとか思ったりしてで浴衣をししまままってみました鍵はかけませんで,したでそのお皿に鍵を置いてそして寝たんです。 寝たらね、夢を見たんだそうですよ。あんまり夢を見る太刀じゃないんだけどしかも夢見ても大概忘れちゃうんですがこの夢は目が覚覚めても覚えてもえましたでどんな夢だったかというとねあのね川名さん昔の女の人が出てきてね何かねその鍵でこの引き出しを開けてで、中を一生懸命何か探ってるの何か探してるみたいな風に 見えるそういう仕草を一生懸命引き出しからにこう手突っ込んでこう何かしてるんだけどその人が着物を着ていてその着物っていうのがうん大きな矢羽柄みたいなこう矢印みたいを連ねたみたいなねそういう柄のちょっと華やかなこう可愛らしい色味の,あの着物を着ていて髪の毛がこう昔風のボブというかでもなんかこう前髪がこんなになってる。 耳隠しで、その着物は名船やがすり柄のあ、そうかなそんな風なおそらくそうだと私を彼女の話聞いて思ったんですね。耳隠しの髪型、単髪にしてやがすり柄の着物を着ているとなったらば、まあ大正時代から昭和初期ぐらいの頃ですね。その頃はすごく流行ったんですよ。名船という柄がね。特に、 矢ばね、まあ、あを連ねたようなかすりの模様なんですけどこれはね特にまあその昔ね最初の頃流行り始めの頃は、えー、これからこう結婚するお嫁に行くという娘さんにまあ特に好まれた。でそれは何でかっていうと矢というのは飛んでったっきり戻ってこないからですね。向こう行ったら出戻ってこないと。 こういうジンクスがある。それで娘さんに好まれたんだそうですね。まあ若い奥様なんかもよくお召しになっていたと言います。で、名前というのはね、結構今見るとまあちょっとキッズな感じがするぐらい派手な色味のものもあったりしたんですよ。まあ濃いピンクであるとかね、濃い紫であるとかね、濃い緑であるとか、割とこう濃密なこっくりした色のものが多かったかなというふうに思うんですよね。 そういうういいものを着ていたそそですそして引き出しを何か探っていたそんな夢を見たで彼女は一体何かしらと思ったでもまあ引き出しこれをこう開けてみると、まあ、開くわけですねで鍵も元通り置いてある変わったことは何もないんですよ変ねと思った翌日 また同じ夢を見たたんですまた引き出しを探っているそれで朝起きるとですよ今度はちょっとおかしなことが起きていた引き出しが開かないんですあれ開かないなんでで鍵で開けようと思った鍵がお皿の上にないあれ変ね。 彼女はどこに落ちてるんだろうと思ってタンスの周りを一生懸命探した全然見つからないでもね最後に見つけました花瓶の中に入ってたんですよおかしいな花瓶になんて入れてないのにまだお花はいけてませんでした空の花瓶を飾ってあるだけだったこんなとこに入れるわけないのにでもあれかしら隣にお皿置いてるから お皿に置いたつもりが花瓶の中に落としちゃったのかしらそんなわけないんだけどでも私しかこの家いないしこんなことがあったで彼女はなんとなくその浴衣しか入れてない引き出しに鍵をかけてみました鍵がかかってたんで鍵を見つけて一旦開けた 何にも異常がないことを確かめてそれから閉めて鍵をかけてお皿の上に鍵を置いたんですそして寝ました明け方ガタンすごく大きな音が部屋の中でしたように感じてと目が覚めたベッドの上に体を起こすと ちょうど足元の方に例のタンスがあります。まだ夜でした。時刻はわからない。まあ、青く沈んだ小部屋の中です。都会の夜です。彼女の家都心の方にあるんで都会の夜。カーテン越しになんとなくうっすら街の明かりが差し込んできている。部屋の中は真っ暗ではないんです。シルエットが見える。タンスがあるタンスのそばに。 誰か立っているタンスの方にかがみ込んでいる恐ろしくなって彼女は布団をかぶって「あっどうしよう」と思った、まあ、泥棒かと思いますよねこういう時大騒ぎすると「稲、ま、織、あ、ゴートとか言っちゃってね泥棒が 強盗に早変わりりすするっていう話もあります寝たふりをしている方がいいのではないかと思った布団に一旦潜り込んでガタガタ震えている息を殺している足元のタンスの方に全身を耳にして意識を集中させていると何の音もしませんえ と思って、恐る恐る布団から顔を出して。そっちを見た。すると。誰もいないんです。起きて部屋の電気をつけてみた。タンスの引き出しが床に落ちてました。浴衣を入れていた一番上の引き出しでした。さっきのガタンという大きな音は。 この引き出しが落ちた音だったんですねで、鍵はと見るとこれはお皿の上にあった鍵を閉めて寝た誰かが鍵を開けてそこに置いたその誰かは消えてしまった家中探してももう誰もいませんでした玄関の鍵はそれこそかかってました侵入者はいなかったでも夢ではない引き出しが落ちているんだから 引き出しの中の中浴衣もうこれを同じ一番上の引き出しにしまう気がしませんでした他の場所にしまって引き出しは空のままこうタンスに戻そうとしたその時ね気が付いたんですその一番上のタンスの奥の方に何か黒いトゲのようなものがこう板の隙間から覗いてるんですね。 あら何かしらこれよくよく覗くとこうポツッと見えているけれどその隙間から何かこう奥の方にも入ってるみたいに見えるこんなところに隙間があるタンスの後ろ側に回り込むこっちには隙間がないえ何中に空洞があるの何このタンス不思議と思いながら 彼女はそのののようなものを指先ででつまんでグッと引っ張っ張たするとずる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 っと引き抜けてきてしまえにはもつれあった長い髪の束が出てきたそうなんですよ。長さ50センチぐらいある真っ黒な髪の毛の束がそんなところに隠されていたんですね。 く,っくり仰天して彼女は私に言いました怖くてとりあえずその髪の毛ティッシュで二重三重にくるんでその一番上の引き出しにポンと放り込んでパッと閉めてでもうとりあえずまずは仕事があるからもう朝になりそうだったんで仕事から帰ったら考えようって思ってたんです」っていう「え じゃあその髪の毛その引き出しに入れたまんまお仕事行ったのそうでその日はちょっと忙しくてねで帰りが遅くなった深夜マンションに帰ってきたで玄関開けた時に何か嫌な気配がして部屋入るの怖いなって思ったんだけどでもね入るしかないでしょう で部屋に入った寝室の方からなんだか気配がしたのそれで恐る恐るそっちの方行ったらドアが開いていて明かりはついていなかったけれどもでもね街の明かりで照らされて私見ちゃったんだけどあの着物の女が引き出しに取りついて 何かしてたのそれで私の方を振り向いてすごい様相でつかみかかってきた私は尻餅をついてその女が何か言った私の身元で叫んだでもそれがね「何々やったら許さない」「何々」ってところがよく聞き取れなかった「やったら許さない」 何遍も言うんだけど何のことだかよく分からなかったギュッと目をつむってそしたらふっと気配が消えて空気が軽くなったように感じて次に目を開けたらもうその女はいなかったの引き出しは開いていてそれでね私があの髪の毛を包んだティッシュあれがバラバラにちぎれて引き出しの中に散乱していて髪の毛の束が もう一回あの隙間に押し込まれかけてたのだからあのタンス返品したんだとこんな話を聞きました。 全然私だったら調べたかもしれないんだけど、あの村岡さんはそういうタイプの人ではなかったので、もうただもう怖いと思ってすぐに返品したっていうことみたいですね。ただなんかえーとね。なんて言ってたかな？東北の方の旧家からあのまあ、持ってこられた。ダンスだったというお話だった。だ とは言ってましたでもそれぐらいしか分からなくて東北も広いですからどの地方なのかはちょっとよく分からないです。